こっからやったら行きやすいんちゃうかな。じゃあこっちちゃうかった、マジでどこ行っとんねんっつう話。はい、止まった。ドーナツ、ここか。さっき見えてきたから宇宙ドーナツガシャコイン、やったグレルリンに当たっている。ナビアンなので、なんかあるやん、サクラアンダイフ。あ、そっちの上、ちょっと待って、何かあるんじゃね。ほらーロイヤルパンケーキ。へぇコンタン可愛らしいよな。中も入れたい、すごくずっと思ってる。マルマレキーン、マルマレキーキーンって感じ。グリー隊長おるやん。ビクトリオン、ビクトリオン、123元気まで体を動かせ、作り声出せ、ガントウォッチリーサンプロー。言うとるよ。さあ、ちょっと行くか。なんだお前らは、なぜ人間が妖魔界にいる。いや、なんかすごい怖そうなもんなんだよ。ジョメタッパー無理そうだな、どうするんだ。大丈夫ですって、私にお任せくださいな。私ですよ、私。よく一日のウィスパーデイビス。ほらほら、大王様の側近の、ちょっと急に入れていきたい、いただきたいなーって。お前のぞ知らんわ。あれー、説明、ここ逃走切りはいかん。やっぱ嘘じゃん。おお、ああ、そうでした。ここはずっと昔の妖魔界なんでした。通りで話が通じないわけで、ウィス。まあ、そんなにうまくはいかないか。これからどうしよっか。夜中に来られたとこもりは良かったんだけどな。こうなったら聞き込みまくる、聞き込みしまくるしか。任せろ。そこのお目立ち、何かこもっているのか。誰だ。お、ロボニャンが来た。ちゃうわ。え、ロボニャンか、それなんだ、冬ニャンか。あ、懐かしい。え、誰、冬ニャン。俺か、俺は冬ニャン。困ってる奴は見過ごせないな。俺が力になってやるぜ。なんでフリエンがここに。ああ、おお、もしかしてドラゴンズ行けか、久しぶりだな。それとミスパ、お前も元気そうになるよりだ。これはまさかの展開ですね。あなたもお変わりないようで。えドラゴンズ行けの知り合いだろ。うん、前に一緒に冒険した俺の友達なんだ。今のドラゴンズ行けの仲間か、よろしくな。ああ、よろしく。昔の妖魔界で知り合いに知り合うって、お父さんどんな少年時代を過ごしてたの。そこで、ところでフユニアはここで何してるの。ああ、妖魔界ではパトロールだ。この町の平和と秩序を守るのも俺の役目だからな。妖魔界のパトロールね。じゃあさ、タマゴっていう妖怪のこと知らない。タマゴだと。ああ、知ってはいるが、最近になって人間界で悪さをしているという噂だ。まさかそいつを探しているのか。うん、うん、俺の大事な友達がダモに連れ去られたんだ。なんだと。まさかそこまでの悪事を働くやつとは。
俺はその友達、タイを助けるためにここまで来たんだよ。だからお願い冬には力を貸してくれ。友達のためか。お前いい目をしているな。ああ。わかった。俺も全力で手を貸そう。やった。本当に？ありがとう。お、しばらく力を貸してくれることになった。なんや、仲間になるんじゃないんかい。シャボムがこの妖魔界に逃げたのなら逆にゴースコだ。奴のことを知ってる妖怪は多いからな。そいつらから話が聞ければきっとたどり着ける。まずは他を面白い妖怪たちを探すぞ。うん。過去の妖魔界でタボムについての情報収集。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。おぉ、新しいクエスト、うわぁ。タボムを訪ねて、フーミンと力持ちと風紀姫。なんだ？何かあんのか？誰かいんのか？やっちゃうわ。余興船かい。ここにも余興船あんのかい。おー、怖い。よいしょ。オッケー。おー。長っ。あ、アイテムだった。風魔のワーク、お守り。へぇ。これ一番近いのはここかな。あれ？もう一個ここや。内臓なんも。うん、このまま下に行けば。行けそうやね。うん。ピンポーン。ゴリゴリ。ショップ、メロ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 変わんけどな。メロメロメロ。何やの妖怪。初めて見た気がする。鳥すき焼き、あ、やった。誰？うんちくま、あ、いたな、そいや。いや、目があったくま。元のうちくを聞いていくくま。あれ、なんでそんなに嫌そうな顔するくま。そしてこのうんちくもが気になるくま。どうして顔そろすくま。いる悪いものじゃないくま。体に欲しいクマ。なんだ。ん、なんか今あったような。また陽気汚染か。危なっ。おーしょっと。のがっぱあー、いいですね。どうした？なんもないやん。どうした？なんかあった？お？なんかいたんかな？おぉ！カッパいた！方にはさ、記念品をさ、プレゼントのサービスをしております。おぉ、ようやく読み惚れる。あ、やった。消えてた、消えてた。アイテムやったら、受け取っていくけど、戦闘やからちょっと、違うからやめる。なるほど。よし、やっていこう。ここか。あ、風鈴、風民ってこの人か。なかった
ね、何か面白いこと起きないかしら。あら、私に何か言おう、ちょっと聞きたいことがあって。タマモって妖怪のこと何か知らないから。タマモね、ごめんなさい、ちょっと聞いたことないわね。そっか、あ、でも怪しいものなら見かけたわ。塊みたいなものだって。え、本当？容器の塊って容器温泉のことかな。もしかしたらそこに逃げ込んだのかも。私も気になるし調べてきてくれない？勇気でくれたら場所教えてあげるわ。おお、大甘いちご。うん、俺が調べてくるよ。そう言ってくれると思ったわ。それでは場所教えて。あ、その容器の塊はね、両面っていうお店の近くで見かけたの。ありがとう。両面って。はいな、あれ行ってみる。はいはい、気をつけてね。てて、やったね。ミス？ミス？両面って言ってましたね。あそこのラーメンは絶品だぞ。一度食べてみるといい。そうなんや。どこに行ったらいいか。わからん。クエスト。ついていこう。わからんから。は？ここか。なるほど。容器寄せ。見つける。早っ。グレルリンかーい。一匹だけ。弱っ。なんだ、道路で見ろよ。俺のタマモじゃない。何か隠してるな。聞かせてもらおうか。よし。ナイス。終わり。弱っ。一匹ならこんなもんよな。うん。おお、すげえ。E ランクの持ち込んかい。何なんだてめえら、一緒に来て何の用だ。いきなり襲ってきてるのはお前の方だろ。チッ、タマモのね、枝は何してんだ。今、タマモって。どうやら当たりだったみたいだな。お前、タマモの仲間だな。タマモは今どこにいるんだ。何だてめえら、姉さんの知り合いかよ。どこにいるかなんて俺が知りてえな。俺は姉さんの手伝いをしてるだけだ。何？手伝いだと？お前たち二人で人間の魂を集めていたってのか？なんだよ、俺たちはただ、あのお方の命令に従っているだけだ。なるほどな。タマモの裏にさらに大きな存在がいるってことか。あのお方は力を求めてんだ。人間の魂はその力を得るのにうってつけなのさ。人間の魂を力に。まさか姉ちゃんたちの魂はもうそいつの手に渡ったってことか？タイの魂はまだ無事だといいが。そのあの奥田っていうのは誰なの？それだけは言えねえな。じゃあそろそろ遠田なく壊してもらおうぜ。逃げられたか。だが新たな情報も掴んだな。タマモをおかげから操る存在か。そんな奴に対応は渡せない。俺たちで絶対に助けよう。そうだな。ひとまずこの件は片付いた。教えてくれたフミに報告しに行こう。よかったよかった。上よね。いたいた。どうだった？何か分かってました？
あの容器の塊にはグレリンが書かれていたんだ。何か悪かったあくびでもしてたのかしら。なんだか物騒ね。ああ、それとも陽面の大ファンだからお店の隣に引っ越してきたのか。好きなことがバレたくないから隠れてたのかしら。可愛いとこあるじゃない。そんな可愛い感じじゃなかったかな。でもここにいい情報が手に入ったよ。ありがとう。お役に立ててよかったわ。それじゃあ陽幕で楽しんでね。いいね。お、じゃあもうレベル上がる。大雨一応手に入る。ナイス。